ていうね。ほんでここからね、ここを視点にするやろ。ここに置いた状態で、ここもこの状態、ここは固定してない、ここも一緒やろ。だからこうなんだ。でこれをこういう場合があって、これはここで向きが変わってくる。でこの向きの変わりっこは、手のこう向きがこう変わってくるんよ、これね。でこれ、うん、変わる。でこれは何でか言ったら、前からここからこういったらこうなるやん。でそれに対して角度変えていくんよ。で、変えて、足して、で、それすごい。だからここを視点にして、ここの角度がこう変わっていくんよ。で意識しながらのアップやねん。ダウンの、な、ダウンの後の次のからのアップやねん。うん、これやろ、はい、これが裏やん。16の裏のとこで切れるわけやん。16の頭でポンと終わる、はい、ダンダンダン。違うことしてるらしいです。全然違うそうです。俺はできるしてもらえやん。すごく理にかなってます。理にかなってるやろ。そう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 、これが基本で弾いて。それは基本やん。それ基本ならミュートするから、こうやってなって、リフがメタルのリフやってなってるだけの話やん。そういうことやん。こういう早回しなんだよ。でほんまにこれも知らんやんな感じやろ。で、スーツ回ってる時もこっちね、こっちもリズム感じてくね。ちょっと違う早めにしてるよ、やっぱり。こうで、このちょっといい加減ですよ。